はい、皆様こんにちは。ゴミッツ TV 八木でございます。本日は今話題のブランパンとスウォッチのコラボモデルについて解説していきたいと思います。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。この9月9日ですね、登場したブランパンとスウォッチのコラボモデルですけど、発売日にはまた並んでる行列のねシーンなんかもツイッターとかで見受けられましたけれども、前回ねスウォッチとオメガが、コラボした時もかなり話題になったかなと思うんですけれども、まあちょっとそれを彷彿させるようなね、今回のトピックでございますね。あの時もねオメガの動画も含めて結構いろいろやりましたけど、反響すごいありましたよね。反響ありました。反響があったので今回も動画でやっちゃいますか。やります。純粋に買いたいっていう人もいるだろうし、あとはね転売目的の方もねいるかとは思うんですけれども、こうやってね高級時計がやっぱ話題になるということはねすごく嬉しいし、買いやすい価格帯、これもう価格言いますけど6万500円でまあ購入できるということで、高級時計というよりもそのブランパンとかそういう時計をねどんどん知ってもらうっていう意味ではすごく業界的にはねいい、まあ、ことなのかなというふうには思いますんで、まあ、どんどんこういう話題性のあるものもね、メーカー側から出てくると、非常にね、楽しいんじゃないかなとは思いますね。まずじゃあ、ブランパンっていうブランドをね、そもそも知ってる人があんまりいないんじゃないかと思うので、なるほど、なるほど。説明を簡単に。じゃあちょっと簡単にね説明しますけれども、オメガとかに比べるとピンとこないと思うんですけども、すごく歴史のある、まあ、ブランドで1735年に実は創業している。これね創業は世界最古なんですよ。世界三大時計メーカーで知られているねバシュロンコンスタンタン、これ世界最古の現存する腕時計メーカーと言われてるんですけれども、創業自体は実はねブランパンの方が早いんです。ただブランパンは途中でねちょっと休業する形になってしまって、その後また復活したっていう経緯から継続してね現存するのは、まあ、バシュロンがずっと長いんですけれども、作られたのはねブランパンの方が早いということで、まあ、そういう意味ではねすごい歴史を感じる、まあ、メーカーですね。はい、今回そのブランパンとスウォッチがコラボする特徴の一つでこのモデルが挙げられるんですけども、このモデルがフィフティファゾムズっていう、そのブランパンの中でももう顔となるようなね代表モデルですごく知られておりまして、このモデルですけれども実はね世界で最初の本格ダイバーズウォッチとして登場したと言われているモデルなんですよね。ダイバーズウォッチで想像するとやっぱりねサブマリーナとか、あとはシーマスターとか、こういうところをね、連想する方多いと思うんですけど、世界で最初に本格派ダイバーズウォッチって言われてるのはこのフィフティファゾムズなんですよね。メーカーとしての歴史もあるし、まあモデルとしてのね、この背景、歴史もあるということで、非常に魅力的なモデルなんだよっていうのが、まあ皆様ちょっと簡単にですけど、お分かりいただけたかと思います。欲しい。今の説明だけでもう今回のコラボモデル欲しくなりました。まあ、普通にだってフィフティファズムでね買っちゃうとやっぱりもうね100万200万300万ってやっぱしちゃいますんで、そういう意味ではこれがね6万500円で買えるっていうのはすごく魅力的ですよね。特徴2つ目でいくと、ムーブメントがね機械式なんですよ。でクオリティも非常に高くて、まあ、パワーリザーブもねなんと約90時間あるということで、通常の高級時計の、まあ、ムーブメントよりも下手したら長いんですよね。この価格でこのクオリティで、出せるっていうのはさすが、まあ、スウォッチグループだなっていうのはすごく感じますよね。特徴もう一つ、まあ、挙げると、最先端素材、このバイオセラミック素材がケースとかに使われているということで、これはオメガとスウォッチがねコラボした時も出してたんですけれども、まあ、これがね、同じくこのブランパンとのコラボでも採用されているということで、まあ、この素材ねもう本当に軽量で、なおかつ堅牢性も結構高くて強度もしっかりしているという優れた素材で、環境に配慮されているね、まあ、素材ということで、まあ、このあたりがやっぱり世界的にもね評価される、まあ、時計になるんじゃないかなっていうのはすごく感じるポイントですね。我々オメガスウォッチの時に実機を用いてね、動画作ったんですけど、本当に軽いですよね。ね、軽かったですね。もうつけ心地もすごく、まあ、良かったし、でなんか今回の時計は確かね 44g ぐらい、まあ、通常の時計よりもやっぱり格段に軽いっていうのはもう言えるかと思いますね。触った感じ、
を表現するならば、うん、プラスチックに近い感じですよね、まあ、触った感じは、ね、プラスチックよりもつるんってしてるんじゃないかなって僕は感じたんですよね。そうかもしれないですね、うん、今回ちょっと実況はないんですけど、イメージとしてはね、多分あのオメガスウォッチと同じような感じなのかなっていうのは、まあ、想像はできますんで、実機買うことがあればあればね、ちょっと動画でもまあタイミングによっては出したいかなと思いますけれども、はい。じゃあね、早速ちょっとそれぞれのね、モデルの方をね、見ていきたいかなと思います。パソコンをちょっと見ながら、モデルの方を説明していきたいと思うんですけれども、今回名前がね、このバイオセラミックスキューバ50ファゾムズコレクションということで、まあさっき言ったね、素材のところのバイオセラミックっていう名前を取ってるのと、スキューバっていうのは、これね、スウォッチの中でもダイバーズウォッチとして知られている、まあ、名作のモデルですね。これを50ファゾムズというモデルとコラボして作ってるっていうのが、まあ、ベースになります。で、今回 のテーマというかね、一番分かりやすいところでいくと5太陽ですね、これをモデルで表現してます。ですので5つのモデルがございます。はい。で、その中で、それぞれの海にね、生息している、まあ、深海の生物ウミウシ、これを今回モチーフにしてて、このカラーリングを時計にね、採用しているというのがコラボモデルの、まあ、ベースとなっております。ちょっとそれぞれね、一個ずつ、モデルを見ながらね、ちょっと解説していきたいかなと思います。じゃあまずね、一つ目ですけれども、こちら、アークティックオーシャンということで、こちらは北極海。これをね、イメージして作られております。このモデルの最大のポイントは、6G1 ですね。こちらに、ノーラドの、シンボルマーク。50ファズムズでもすごく、まあ、歴史のあるね、このモチーフなんですけれども、でこれ何なのかっていうと、放射性物質を使用してないですよっていう、まあ、証明としてね、つけられております。通常のね、ブランパンの50ファズムズでこのノーラドのモデルに関しては非常に人気なんですよね。まあ、ノーラディエーションロゴっていうふうに言われてるんですけれども、これがあるモデルに関してはね、価格も結構、まあ、限定だったりとか、まあ、高くなる印象がありますので、それをね、今回はこのコラボモデルに早速採用してきてるっていうのは非常に注目でございます。ちなみに5種類モデルありますけれども、ノーラディエーションのこのロゴがあるのはアークティックオーシャンだけということですね。このマーク入ってんのがいいですね、ブランパンっぽくてね。ブランパンっぽいですよね、うん、この50ファズムズらしさはすごい出てるかなと思いますね、うん、この北極海の海に、まあ、いるね、ウミウシ、これはね、杉の葉ウミウシ、これをねモチーフとされております。裏から見えるね、このムーブメント、このプリント、これすごく綺麗なんですよね。めちゃくちゃかっこいいです。そのね、一部に必ずこのウミウシが入ってるんですけれども、この杉の葉ウミウシはね、このオレンジ、それからまあベージュ、白でね構成された、まあ生物ということで、これをモチーフに作られております。これ実際どうですか、浦壁さん、このモデルは。このオレンジの色味、うん、そんなに発色がいいわけではなくて、ちょっと落ち着いたオレンジなので、はいはい、ちょっとビジネスシーンにはどうかなとは思うんですけど、はいはい、私服だったらね、ワンポイントでかなり使いやすいんじゃないかなと思いますね。確かに、それは僕も思いますね。続いて2本目です。2本目はこちら、パシフィックオーシャン、太平洋でございます。これまたインパクトのあるイエローとブラックの組み合わせでございますね。こちらはね、文字盤自体は意外とシンプルなデザインで、4時と5時の間の位置に、まあ、デート表示があるようなモデルでございます。浦上さん、これはどうですか、見た目は。奇抜だなと思います、うんうんうん、まあ、阪神タイガースのようなね、まあ、色味的にはそうです ね、タイガースカラーでありますよね、うん、でもやっぱり黄色と黒の組み合わせって合いますよね、うん、好きな人もね結構やっぱ多いですよ、うん。でこれはウミウシが、クロモドーリスクーターイというね、ちょっと全然わかんないですけどもうまさに色が全く一緒っすね。表現ちゃんとされてるなと思います。これよく見つけますよね、皆さん、こういうウミウシ。まあ、いや、そこっていうか、そのウミウシをカラーに持ってきたそのセンスやっぱり確かに目の付けどころが違いますよ ね。すごいよね。もちろん仕様自体はさっき紹介した、まあ、1個目と大きくは変わりませんので、もうカラーリングのところのね、ポイントかなと思います。あとは今言った日付表示があるかないかっていうところでございますので、まあ、そういう意味ではね、色味で選ぶのはいいんじゃないかなとは思いますね。続いて3つ目、アトランティックオーシャンでございます。こちらはこの大西洋でございますね。非常に綺麗なブルー、これはどうですか。
これはいいですよね。なんか一番人気出そうな色ではありますよね、うん、なんか安定感がある。安定感ある。合わせやすいですよね。まあ合わせやすいですよね、うん、そこですよね。青みの海牛というのがインスピレーションになってるそうで、これ別名ブルードラゴンとしてもね知られているそうなんですよ。裏蓋に表現されたこれなんかちょっとかっこいいですね。このブルードラゴンいいなと思いますね。でこちらも先ほどと同様ですね、この4時と5時の間の位置にですね、日付の表示があるモデルでございます。はい、4つ目がインディアンオーシャンでございます。これまたビビッドなグリーンですね、うん、エネルギッシュなグリーンを使ったって書いてありますけれども、これはちょっと実機を見てみたい。腕元に映えるとはもちろん思いますけど、合わせ方すごい重要かなと思いますね。川口春奈さんがグリーンサブをナトーストラップ、うん、グリーンのナトーストラップにし て、ね、と外しっぽくつけて、うん、なんかそれに近い感じでつけたらかっこいいんじゃないかなと。意外とかっこいいのかもしれないですね、うん、このオレンジが1本ライン入ってて秒針もオレンジでおしゃれなのかもしれないですね、うん、これね、これ実機一番なんか見てみたい、リアルにって思っちゃう。これはでこれはですね、赤淵竜宮海牛、これがねイラストとなってるそうです。おお、もうまさにですね、すごい、もう本当に海牛に忠実にこの色再現してるんだなっていうのを感じますね。これもちょっと楽しみな一本ではあります。それでは最後の5つ目です、アンタークティックオーシャンということで南極海、こちらを表現しております。グレー、ブルーの淡いね、このクールグレーグラデーションで施された、まあこの文字盤ということで、非常にこれも付けやすそうなデザインですけれども、これねポイントはこちらの6時位置ですね、液体接触インジケーター、これがね備わっております。これ何かと言いますと、まあ湿気とか、まあ水とか、このね液体を感知するね機構になっております。何かこの水が入ってしまったとか、そうなった時とかにこの色がねこれ変わっていくんですよね、というような、まあ、あの機能がついているモデルでございます。全てのモデル共通なんですけど、はい、防水 90m ぐらいあるんですよね。ありますね、結構しっかりをしてますね。すごくないですか、うん、すごいと思いますね。もともとねダイバーズウォッチが今回元になっているので、フィフティファズムズもそうですし、スキューバもそうですし、まあ、ある程度やっぱり防水は効くということで、これはプールとか海とかつけててもいいかもしれないですね。やっぱりロレックスのサウマリーナとかって、うんうん、まあ一応ねそういう場面で使えると思うんですけど、はい、やっぱり価格が価格なので、そうですね、ちょっとね使う人いないと思うんですよ確かにたまに見ますけど、ちょっとやっぱり僕らからすると、うん、やっぱりそこなんか入りにくいなっていうのはどうしてもね、やっぱ100万、うん、200万とかなると抵抗がねあるんですけど、このぐらいの価格帯だったらね、ね裸でおしゃれなカラーつけて、まあ海とか入ってたらめちゃくちゃかっこいいなっていうのは思いますよ、ね。うん、これだったらね、まあ6万円もそれなりの価格ですけど、もちろんまあ100万円に比べたら、ね、比べたら気軽にね、つけられると思うので、それはあると思います。そういう部分ではかなりいいですね。うん、いいですね。でこのねアンタークティックオーシャンのウミウシはこれね北洋ウミウシの一種がイメージされてるということで、この色もいいですね、うん、この色も人気でそう、まあ、やっぱり結局使いやすいモデルがね人気はあると思いますんで、まあ、そういう意味ではあのビビットのカラーなんかはやっぱちょっと、まあ、チャレンジというかね、外しで効かせるモデルかなと思いますので、さっき言った通りもちろん6万円も高いですけど、プライスとしてはチャレンジできるね、金額帯なのかなっていうのはあるので、 あえてね普通のやつを持ってる方がこういうのを買うっていうのも面白いは面白いと思いますね。ちなみに八木さんはこの5つの中からどれが、うんうん、僕でもねアークティックオーシャンでございます。オレンジをベースにしたやっぱりこうねノーラディエーション、このノーラドのねモチーフっていうのがやっぱかっこいいなって思っちゃいますね。なのでこのブランパンといえばやっぱりこれなのかなっていうのを思いますね。浦上さんどうですか。アトランティックかなと思いつつも一番最後のアンタークティック、うん、おおなるほどね。ビジネスシーンでもいけそう、いけそうだし、なるほど、汎用性高いかなっていう、はいはい、ちょっと安パイなところで、なるほどなるほど、だいぶお前安パイに行ったな、うん、デートがないんだけど、うんうん、なんかこっちのデザインの方が個人的には好き、好きですね。あ、なんかインダイヤルっぽい感じ で、 いいで、ね、なるほど。まあ皆さん多分それぞれね、好みあると思うんで、コメント欄に僕このモデルがいいよっていうのをコメント欲しいですね。やっぱり時計好きの皆様からのリアルな意見が欲しいなと思いますんで、ぜひちょっとコメント欄に教えてください。
はい、ということでね、今回は、まあ、ブランパンとスウォッチのね、このコラボモデル、バイオセラミックスキューバ50ファズムズコレクションを、まあ、ご紹介させていただきました。まあ、速報という形だったんでね、ちょっとまあ、知ってる情報をもとにでのご案内になりましたけれども、まあ、もしね、ちょっと実機が手に入ることがあればね、実際にね、手に取ってみての感想もね、お伝えできたらと、思っております。皆様もね、ぜひ、購入することができたらね、コミットにちょっと店に来ていただけたら嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。